何かから逃げ出してたくさんの人を裏切ったことあります。いやー、これね、ありますね。普通のお仕事をしてた時に、お昼の仕事してた時に、もう結構ストレスが溜まっちゃって、で、責任感はあった、まあ、結果的になかったのか。なくなっちゃって、もう、誰にも相談できないくらいになってしまって、で、ある日突然、ある日、普通に、今までその職場は私、無遅刻無責、無欠席だったんだけど、もう突然、朝動けなくなっちゃいました。動けなくなっちゃってるのは物理的にというか、もう心、精神的にかな。ちょっと病んじゃって、で、そのまま、まあ、要は、言葉悪くして言うと飛んだっていう形になったことがありますね。すごい大変だったと思う、会社の人たちは。自分の代わりはいくらでもいると思ってるけど、ただその急なことなので、引き続きとかもなかったので、これはもう、本当にごめんなさい。ちょっとすごい反省してます。はい。じゃあ次ですね。二の腕とおっぱいの感触は全く同じだと聞きました。本当ですか？若干多分、二の腕の方が硬いけど、多分ほぼほぼ一緒だと思う。あ、そうだ。こうじゃなくて。伸ばした時のこのプニプニ感は一緒。一緒だね。だから、伸ばさせて、こうプルプルってなったら、多分柔らかいと思う。その女の子のおっぱいは柔らかいと思う。そうだね。硬い人とかは、あれだね。一緒です。大丈夫、一緒ですよ。はい。